パクチーが庭に生えてきたんだけど、なんか美味しく食べられないかな。何でも生えるには、パクチーは他のハーブに比べて大物性が強いからどう扱うか悩むよね。っていうことでカツオのたたきとパクチーでサンドイッチにしちゃおう。材料はこんな感じ。意外な食材だけどエスニックな風味になるよ。和風の食材でサンドすると変な感じになっちゃわない。意外かもしれないけどベトナムのバインミーに近い味になるんだよね。ニンニクとカツオのたたきの主張の強さとパクチーの風味が絶妙に合うかも。まずカツオのたたきに薬味とポン酢を漬け込んで味を染み込ませておこう。この間にニンニクと好きな食材を刻んでおいて、あとは缶にマヨネーズを塗って具材を挟んだら完成。くらえ。不思議と美味しい。パクチーが変な感じしなくて食べやすくていいね。カツオの形とニンニクの強い風味にパクチーの爽やかさがマッチして美味しいんだよね。元ネタのバインミーだと魚醤の臭みが強いし、肝のペーストや生酢みたいな酢漬けも入ってて面白いんだ。それをカツオのたたきで応用するのがすごいかも。カツオだけにギョッとするレシピだ。